交番勤務であったり、パトカーに乗って管内の機動警らをしたりだとか、例えば事件事故だといった、事案に、即時対応したりとか、そういった仕事になります。自分はもともと体を鍛えるのが好きで、そういった体力面を誰かの役に立てるような仕事をしたいと思ったのと、私は山口県出身なので、ふるさとである山口県の治安を守りたいと思い、山口県警に拝命しました。初めて対応した事案で市民の方からありがとうと言ってもらった時です。誇りと使命感だと思います。人々が、交通事故にあったりだとか、犯罪に巻き込まれたりだとか、何かトラブルにあった時に頼ってくるのが警察だと思っていますので、そうした仕事についているという誇りと、そうした期待に応えなければならないという使命感が警察官にとって一番大事なものだと私は考えています。人々が困った時に頼ってもらえるような力強い警察官になりたいと思います。 DV とかストーカーや行方不明事案など、他にも少年事案、少年の健全育成等を行っています。私は少年係に配属されており、少年事件、少年の健全育成等を行っています。少年ともともと関わるのが好きで、子どもたちとお話ししたり、少年の犯罪が少しでも減るようにしていけたらいいなと思います。初めは怖いと感じることもあったんですけれども、それ以上に被害者である女性の方とか子どもたちのお話を聞いて、少しでも力になれた時はとてもやりがいを感じました。はい、感じられます。女性だからこそ、その女性の被害者にの心に寄り添ってお話を聞くこともできるかなと思います。優しさだと私は考えます。どうしても被害者になられる方々っていうのが女性とか子供の方が多いのが現状で、私たちはその方々に優しさを持って寄り添う心を持つことが警察官にとって一番必要じゃないかと考えます。刑事の仕事の魅力は、悪いやつを捕まえるというところですね。社会的に犯罪を犯したりするような人たちを捕まえて、市民の、生命だったり身体、財産を守る、とても大事な仕事です。そうですね、捕まえてやったぞっていう気持ちよりかは、どっちかというとこうほっとするような気持ちの方が強いと思いますね。捕まえてからが僕らの仕事になってくると思いますので、その先の仕事を見据えていつも仕事しています。やっぱり人間対人間なんで、お互い思うところは多々あると思うんですけど、やっぱりその辺を汲み取って、取り調べしたりするっていうのは結構大変です。ただ思い通りに行ったりすると、やっぱり達成感というか、よくできたなって嬉しい気持ちになります。そうですね、会社で働いてた時はリーマンショックという、経済がだいぶ悪化した時期がありまして、その結果ちょっと社会的に安定した公務員になりたいなというところで、探した結果です。警察官に、警察官がいいなということで警察官になりました。なかなか大変な仕事ではありますけど、その分やりがいもたくさんあって、とてもいい仕事だと思います。正義感を強く持つことですかね。やっぱり市民の、身体だったり生命、財産を守るような仕事、とても大変な仕事ですので、強い正義感を持って臨んでいくことが大事だと思います。警察官を志望した頃から白バイに乗りたいとずっと思っていましたので、警察官を拝命した後もずっと希望をしていました。実際に街中を走ってみて、一般の市民の方から見られてるなっていうのをすごく痛感しましたので、子どもたちとかにこう手を振ってもらえたりとか敬礼してもらえたりするとすごく嬉しいですし、頑張ろうというふうに思います。やはり一番は交通違反でお止めしたドライバーの方にですね、事故を起こす前に止めてもらえてよかったです、ありがとうございますと、そういった言葉をかけてもらえた時に、やはり白バイ隊員としてやってよかったなというふうに感じます。現在の目標としては、
特別訓練に入隊して白バイの全国大会に出ることを目標としています。その他にも先輩や上司の方々のように知識をたくさん身につけて今後の取締り活動に生かしていきたいと考えております。人のために何かをしたいと思うことだと思います。警察官というのは県民の安全安心を守る仕事ですので、そういった思いが自分を動かす原動力になると思います。警備官の仕事は災害警備や、警護警備などについての取り締まりをしています。国の要人を守るのが警護の仕事ですので、厳しい訓練もありますが、繰り返し行うことでそれが身についていきます。警察になるにあたって高校3年間は柔道をしたんですが、それがすごく成績が良かったというわけではないので、警察に入ってからの訓練が一番重要だと思います。いえ、昇進自体には差はありません。男性も女性も平等に勉強すれば巡査部長になることはできます。警察官に必要なのは誰かを守ろうと思う気持ち、大切な人を守ろうと思う気持ちだと思います。警察官の仕事はどの仕事を通じても誰かを守ることにつながる仕事だと思うからです。はい、よかったです。財産の方から感謝されることが私にとってやっぱりやりがいがあって良かったなと思うところです。自分がかっこいいと思ってついた仕事ですし、人から感謝されることも多くある仕事なので、やりがいを持って仕事をできていますし、やっぱり警察官になって良かったと私は思っています。まずは家族が喜んでくれたことと、まあ特殊な仕事ですが自分を成長させてくれる仕事だと思っています。まあ、社会的に安定しているところとかっていうのはやっぱ警察官になって、まあ、よかったかなって思える一つ のことだと思います。昔からの夢であった白バイ隊員に乗ることができたので、今現在こうやって白バイに乗って取締り活動ができていることは非常に喜びを感じています。さあ、君の出番だ。